はい、昨日ですね、雨に当たってしまいまして、その後帰って、そして翌朝やってきたというところです。今は2024年7月の27日の午前9時ですね。まあ、およそ9時というところです。まあ、昨日はですね、何時だったか、13時過ぎぐらいだったかなと思うんですけど、昼過ぎですかね。土砂降りに遭ってしまって、でも土砂降りですけど、もう火を入れたから、もうせっかくだから、もうそのまんまある程度降ってもやろうかなと思ったんですけど、ある程度以上に雨が降ってしまったんで、あ、もうこれはもう無理だなっていうことで帰りましたということで、でその続きなんで、だから計算ができないんですよね。結局今、板をかぶせてるんですけど、それなりに中に水が、まあ、多少ですけど入ってますし、で、薪木の木材、まあ、竹材ですけど、竹材も濡れてるんで、その分水分がそこから発生するんでですね、どのくらいで、その中の水分を飛ばせるかとか、薪木の成分から入ってくる水分をどのくらいで飛ばせるかとか、そのあたりも計算が狂ってきますので、まあ、とりあえずしょうがないから、まあ、今日一日かかるかもしれないですけど、まあ、朝からやっていこうということでやってまいりました。基本的にやることは、もう昨日の続きをそのままやるだけですから、大した難しいことは何もないんですけど、ただ時間がかかるかなと思って、ちょっと警戒しているという感じです。今、こちらの釜の前にある竹材を焼こうと思ってるんですけど、全部濡れましたんで、ちょっと残念と。で、昨日山に竹竿を取りに行ってたんですけど、軽トラックに乗せてたやつ全部ここに放り投げてですね。で、まあ、これも今日が当たってるんで、それなりに乾くと思いますんで、それに期待して、まあ、一応、今日の一日でなんとか焼き上がるようにちょっと頑張っていきたいかなと。昨日だから2時間弱ぐらい燃やして、まあ、雨が降ってっていう感じですから、まだ多分あと5時間ぐらいは焼かなきゃいけないのかな。少なくともそのぐらいかな。もしくはですね、まあ、昨日配置の改良をしましたから、まあ、もしかしたら早く焼ける可能性はあるんですけど、まあ、一応、まあ、結構時間かかるものと思って、進めてまいりたいかなと思います。で、あと何気にですね、この隣、釜の隣の擁壁の横をですね、ちょっと畑のために耕したりとかもしていました。まあ、少しずつですけど、時間を見つけて耕していって、で、豆とかその他の野菜を植えるようにしていこうかなと思っているところですね。はい、というわけで、早速作業にかかってまいりたいと思います。はい、先ほどですね、釜の前にいて喋ってから、ちょっとして今撮っておりますけど、ちょっともう一度やり直そうかなと思いましてですね、竹材を一応取りに行ってまいりました。燃やす分が足りなかったっていうのが一つありますし、まあ、ちょっと、まあ、やっぱ計算がですね、できないと、ちょっとせっかくやっても、もったいないかなっていうのがあるんで、まあ、現状ではですね、まあ、雨が降りましたと。で、あんまり中は濡れていませんっていう現状で、まあ、ちょっと、焚き物になる竹材はちょっと濡れてるんですけど、まあ、どのぐらい焼けるかなっていうのを、まあ、見るということで、朝から、まあ、夕方までになんとか終わればなという感じで、もう一度再チャレンジしようかなと思って、準備をしておりますという感じです。ですから、まあ、もう一回ですね、一回全部竹を、中にセットし直して、で、もう一回、点火して、やっていこうかなと、そういうふうに、まあ、変更になりました。はい、ということで早速準備してまいりたいと思います。はい、ただいま火をつけまして、安定したので、まあ、ちょっとこちらにやってきましたが、今、朝9時25分ですね。なので、まあ、午前中のうちに、まあ、もしかしたら午前中のうちに結構焼ける可能性はあるんですよね。やっぱ通気をかなり良くしてて、それでうまくいくんじゃないかなという期待は一つありますが、まあ、それが無理であれば、まあ、昼過ぎぐらい、まあ、あるいは夕方までかかる可能性もあるかなという感じで、進めてまいりたいかと思います。まあ、炭を焼きながら畑のチェックをしたり移動したりという感じで、やることは結構ありますので、ぼちぼちとやってまいりたいと思います。
はい、例えばですね、火を入れてから撮ってるんですけど、まあどうかね、火入れをしてから15分ぐらいしてかなり煙が出てきました。これってのは前回にはなかったんですけど、明らかにですね、やっぱり火を送る構造に大きな問題があったんだなというのがよく分かりました。大体焚き口は今相当高火力で燃えてますんで、まあ、火力を確保したらですね、大体このぐらいの煙が最初はすぐ出るんですけど、前回やった時はここまでになるのに結構時間かかったんですよね。まあ結論からいくと、やっぱり排煙口から結構風が入ってたとも思います。排煙口から風が入ると何でもない普通の低い温度の風が釜の中に充満するんで、その分温度下げてしまうんですよね。でも本当はですね、この釜自体は高温で焼き続けることによって竹を蒸発させていくっていう考え方で、まあいいと思うんですけど、釜の中の温度が数百度になるんですよね。600度とかで、やっぱり水分があればあるほど400度とか300度とかにとどまってしまうというイメージで考えていますが、結局30度ぐらいの空気が入ってくるわけですから、その分釜がどんどん冷やされてしまうんで、結局後ろからですね、風が入らないように竹で蓋をかぶせているような感じなんで、この竹の先端から釜の中に空気が入ることはまあほぼないと。でここの横に、板を立ててますんで、横からこう風がですね、隙間から入ってくるっていうか、こう横風が吹いた時にこう排煙口の方にどんどんこう行ってしまうっていうのが、まあ、防げているかなと思います。であと焚き口なんですけど、焚き口もブロックを上に乗せることによって天井から火が逃げていくっていう量が防げていると思いますから、もう完全に入り口から火が入って出口から出ていくっていうのを確立したっていう感じですね。それはかなり大きいかなと。あともう一つは、前回説明した通りなんですけども、焚き口のところを結構開けてます。釜の中の入り口があるんですけど、焚き口の入り口ですね、焚いてその火が入ってくる入り口を結構スペース取ってますんで、空気の流れも釜の中が空気が流れやすい状態にするっていうのもうまくできてるかなと思いますので、まあ、そのあたりで、まあ、割と早めに終わるんじゃないかなっていうふうにはちょっと期待をしてます。であと竹巣もですね、結構取れてますんで、この蓋に跳ね返ったこう水蒸気が蓋からこぼれて、で下の、瓶にですね、液体が落ちるようになっています。これによって竹巣がですね、それなりに取れるかなと思います。この排煙口の板を伏せてるところからも取れてますんで、まあ割と効率よくですね、竹巣が取れるんじゃないかなと期待しているところです。あ、煙が収まりましたんで、焚き口の火が多分ちょっと少なくなったんだと思います。はい、そんな感じで、火のチェックをかけていきたいと思います。はい、ただいま10時50分なんで、火を入れてからだいたい2時間ぐらいですね、経ったかな、2時間半ぐらい経ったかなというところですが、煙の量がですね、かなり増えてきて、で、ちょっと煙を見た感じですね、割と中の釜が結構高温になってるんじゃないかなという、そんな感じを受けております。まあ、想定よりも、まあ、そこそこ早いというか、まあなんとなくですけど早く焼けそうな気がしてたんですが、まあ今現状これで燃焼がかなり進んで、その高温化してるとすればかなり早いという感じです。でまあ竹の焼け具合とかっていうのはやっぱり竹の材料とかにもよるんで、まあこれできちっと焼けてるかどうかちょっとまだ判断がしがたいんですけども、まあかなり燃焼が進んできてるかなという感じです。やっぱり原因としてははっきり今回早い理由としては、やっぱ前回よりに比べて、やっぱ排煙口から空気が入る量はかなり、相当少なくなっていると思います。それがやっぱり一番。で、もう一つはやっぱり焚き口に、ちょっとしたその風防的な炎が焚き口から逃げていかないようにする機構を作ったっていうのも、結構大きいかなと思いますので、なんとかこの状態でいけば、昼過ぎぐらいにもしかしたら、昼過ぎはちょっと早いかな。まあ2時ぐらいにはもしかしたらもう戻れるかなという感じがします。ちょっと若干腹も減ってきたんで、ちょっと我慢が必要かなという感じになっておりますね。はい。
そんなわけで、もうちょっと頑張っていきたいと思います。はい、ただいま、7月27日の、午後2時過ぎぐらいですね。午前中の9時半ぐらいからずっと火を当ててまして、コンスタントにずっと火を当てて、今2時半ぐらいですから、まあ、大体10、11、12、1、2、まあ、5時間ぐらいでようやく竹炭そのものに、燃焼が始まりましたという感じですね。今後ろのところからですね、割とこう、もう燃えているような煙が出ているというか、それまではずっと滝口がずっと燃えてた煙だったんですけど、中からこう酸っぱい煙がですね、まあ、竹の、まあ、いわゆるその炭酸ガスですね、それが、まあ、どんどん出ていって、今はその竹の最後の炭酸ガスが出て、で、もう竹の竹片に燃焼が始まるかどうかっていうギリギリの段階にまで入りましたんで、まあ、ちょっと簡単に言うと、まあ、最終段階ですね。今やっと最終段階になりましたという感じなんで、あとはそれで、空気を入れるのを調整しながらですね、最後まで燃焼させて火を閉じるという状態になってます。まあ、3時過ぎにはここを出れるといいなというところなんですが、ちょっとまだそれもちょっと可能性としてはちょっとまだわかりませんので、まあ、おそらくはまあ3時過ぎには出れるかなというぐらいですね。はい、ということで最終調整してまいりたいかなと思います。まあ、日中めちゃくちゃ暑くてですね、今もちょっと熱中症気味なんですが、まあ、なんとか最後まで頑張れるかなという感じでやっていきたいと思います。はい、ただいま15時10分ですね。一応釜を全部完全に封鎖しまして、まあ、一応空気が全く入らない状態にしたのを確認しましたという段階なんで、あとはもうそのまま、家に帰ろうかなと思います。3時過ぎですね。いやー、今日はですね、またちょっと熱中気味なんですけど、この前焼いてた時、と同じぐらい暑かったんで、いやー、この状態でここにいるのはちょっと厳しいと。まあ、そうしながらもですね、ぼちぼち間を見つけて畑をですね耕して、で、ここの滝口で焼き余った炭というか、その消し炭ですね、消し炭は一応竹を燃やしてましたから、一応竹炭ができるんで、それを畑に、適当にパラパラ撒いてます。はい、そんな感じで、焼け余りの炭は畑に撒きながら、完成した炭は、まあ、パックにして、販売しようかなと思ったりもしています。まあ、ちょっとどういう用途にするかはまだ決めていないんですけど、まあ、一応そういう感じで、炭焼きをしましたと。まあ、2回ほど久しぶりにやりましたけど、まだまだ改善の余地ありっていう感じですね。結局一番問題はやっぱこの時期にここで焼くのが一番問題で、結局むちゃくちゃ暑くてですね、全然まともに過ごすのがちょっと厳しいです。まあ、でもそれでもこの屋根がめちゃくちゃ役に立ってて、まあ、かなり雑なんで、いつ壊れてもおかしくないような屋根なんですが、まあ、これのおかげで命拾いしている感じですね。まあ、狭いんですけど、影がちょっとでもあるとやっぱ過ごせるというか、逆に影がないで太陽に当たると、本当に短時間で本当に危険な領域になってしまいますね。まあ、今はでもすでにもう熱中症気味です。まあ、水分はかなり取ってたんですけど、まあ、それでもやっぱりこの7月の末っていうのは一番暑い時なんで、まあ、やっぱり気をつけなきゃいけないですね。あとはまあ基本的にはですね、釜の周り全部回って空気が漏れてるとこないかなっていうのを一応全部確認しましたが、まあ、大丈夫だろうということで、おそらくですけども完璧に焼けてると思います。9割以上はきっちり焼けてるんじゃないかなと思っているところですね。今回は燃焼が途中で何回も起きてたんで、それも最初の方に燃焼が部分的に始まっていて、で、最終的にはそのガスが引火する時期がかなり遅れてしまったんで、分かりにくかったんですよね。だからまあちょっとこう、まあ、風を送る時間帯とかをちょっと間違ったりはしたんですけど、まあ、多分出来上がり自体は大丈夫かなと思います。3時過ぎですから、まあ 9時半から10、11、12、1、2、3、まあ、大体5時間半ぐらいですねかかりましたというところなんで、一番最初よりかは圧倒的に早く終わったかなと思います。あとは釜の構造等々、まあ、もう少し改善の余地ありっていうところをちょっといじりたいかなとは思いますが、まあ、一応これで一通りは
やり方はもう大体把握できましたという感じですね。はい、ということで一応竹材をかなり消費しましたし、竹物も少ないんで、次回はまあ、竹を取りに行こうかなという感じです。本当は今から行きたかったんですけども、ちょっと暑くて、で頭がちょっと痛いんで、今日はここまでにしようかなと思います。